南畑城は埼玉県富士見市南畑にあった日本の城、埼玉県旧跡南畑城公園として整備されている。南畑城は富士見市東部の荒川と新加岸川の間の自然堤防上にあった武蔵七島村山島の一流南畑市の居城である。鎌倉時代に村山島金子氏の金子家藩の子、公藩が統治を与えられ、地名を名字として、 館を構えたのが、始まりと言われている。新編武蔵風土気候には、追記から廃城に至るまでだけでなく、具体的に城郭の構造にも触れられており、小田原編年録の文化9年の小図にも描かれている。川越野戦で、南畑市の主家、大木谷上杉市の廃線により南畑市が、没落すると、上田友直一族の上田天根左近の地地となり、として、 縄張りを広げ城郭を改築していったとされる。戦国時代に小田原の北条氏が作成した小田原州所領役長にも小机州の上田左近が南端の領主であったことが記されている。しかし、永禄年間書等には北条氏の家臣、清水正勝が川越城州として南端城を攻撃したことを晩年に作成した覚書に記しており、 南畑周辺に所領を持っていた大田助政が北条氏と争った時期に南畑城を支配していたと考えられている。その後、大田助政が岩月城を追われたことで南畑城も北条方に戻っている。小田原征伐の武州松山城落城と共に廃城となった。現在城跡は市の発掘調査後に南畑城公園として整備されている。 市教育委員会の発掘調査によると、古津とほぼ同様に三重の堀と本格を中心に、核が同心炎上に配置され、建物跡や倉庫跡が発掘された。南端城資料館1928年に埼玉県史跡に指定され、1961年に埼玉県旧跡に指定変更された。公園として整備されるまでは、石碑だけが立つ小さな空き地。 のような雰囲気のままであった。2000年6月1日に公園として開園した。園内は東側に南畑城の堀や橋などを復元した城石ゾーンと西側に富士見市内に建っていた古民家2軒と長屋門を移築した古民家ゾーンに分かれており、その中央に南畑城資料館がある。この資料館は南畑市や南畑城についてだけでなく、 富士見市の近現代の歴史についても扱っており、鶴瀬団地の模型なども展示されている。復元した堀は、蓮や、勝負の名所にもなっているが、城郭としては、あまりに綺麗に整備されすぎていて、城石として、当時の面影を忍ぶことは困難である。なお、土類の一部と思われる土堀が、民家脇に見られる。新編武蔵風土気候南畑城石。 埼玉県ホームページ、富士見市ホームページ、ありがとうございます。